にいさま。あ、こんにちは、にいさまです。今日はですね、フィクサーを使って遊んでいきたいと思います。このフィクサーなんですけど、15連レジェンダリークラフトの時のね、動画で出したクワッド爆発耐久弦のフィクサーになってます。ですね、本当だったらAP 弦ついてくれた方が良かったんですけど、まあなかなかうまくいかないですね。まあマガジンを変えればですね、AP 内で80発ぐらいだったら撃てると思うので、今日はね、マガジンを変えてやっていきましょう。あとね、狙ってるものとしてはクワッドクリダメとかも狙ってるんですけど、いつになったらね、出るかわかんないですね。まあレジェンダリークラフトをね、根気強くやっていきたいと思います。じゃあ今日使っていく武器見ていきましょう。はい、使っていく武器ですね、クワッド爆発耐久弦、さっき言ったね、フィクサーになってます。改造の方なんですけど、パワフルオートレシーバー、アラインロングバレル、フォースルストック、クイックマガジン、リフレックスサイト、サプレッサーになってます。多分ですけど、クイックマガジンがね、 AP の消費っていうのは一番少ないんじゃないかなと思います。なので今回クイックマガジンでやっていきましょう。はい、じゃあパーク見ていきましょう。 S ストロングバック、バンドリア、ブロッカー、P マスターコマンド、グランドパウンダー、タンクキラー、コマンド、エキスパートコマンド、コンセントレーテッドファイヤー、 E ファイアープルーフ、ラジクール、 C ストレンジインナンバーズ、テンダライザー、 I ナードレイジー、デモリッションエキスパート、ガンスミス。ガンスミスね、耐久弦入ってるんでこれいらないと思いますけど、まあいつもついてるんでこれはつけていきましょう。 A アクションボーイ、カバートオペレーティブ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフ、アドレナリン、 L ベタークリティカルズ、クラスフリーク、スターチドジーンズ、クリティカルサービー、フラッティメス、セレンディピティになってます。レジェンダリーパークですね、 PALIS、 そして今回フォロースルーをね、入れてます。はい、じゃあ今からね、いろんな敵倒していきますけど、ですね、伝説効果の第一効果がクワッドなので、まあ攻撃ね、上がる伝説効果じゃないんで、そこまでね、ダメージには期待できないと思いますけど、まあ爆発効果でね、追加でダメージを与えることができるので、そこまでね、苦戦せずにやれると思います。あと今回使っていくのがクイックマガジンになってるんですけど、まあ AP 内でね、80発撃てるかどうかっていうのをね、見ていけたらと思います。それでは行ってきまーす。はい、やっていきましょう。どのくらいダメージ出るかな、まあ、爆発あるんでそこまでね、苦労せずにやれるとは思いますけど、まあやっぱ使いやすいですよね、フィクサーは。ほんと楽と思う。じゃあスーパーミュータントいきましょう。まあでも500ちょいは出てくれるんやね、このパーク構成だと。クリティカルが出て500ちょいとか409、なかなかダメージ出ますよね。別にクワッドでもいいような気がしますね、これだったら。ハイアーマーとか血濡れとかじゃなくてもね、ほんと強いと思う。まあハンドメイドとかもね、結構ダメージ出るんで強いんですけど、まあなかなかどうなんでしょうね、 AP の消費っていうのはフィクサーの方が少ないんで、使いやすくはなってくるのかなと思います。よし、マイヤラッククイーンですね、行きましょう。はい、マイヤラッククイーン行きましょうか。その前にとりあえず周りから倒しましょう。おっと危ない、攻撃当たるところやったな、危なかった。でね、今回ねちょっとダメージの入りにくい殻を狙っていきましょうか。80発撃てるかどうかっていうのを見ていきましょう。じゃあ撃ちます。あ、バツ外れてしまった。あ、ミスったな。ちょっと次のやつでやろうか。あ、ミスったな、ほんと。いやー、ミスった。ダメージの入りにくい殻を狙ってやってたんですけど、まあ仕方ないですね。ちょっと次のやつでやりましょう。倒しちゃいましょうか。よし、ちょっともう一回100レベルいきましょう。そしたらね、ちょっと今回は殻を狙ってね、やっていきましょうか。こっから行きましょう。バッツが外れなければね、途中で。
お、どうやろうね。あ、いけたね。80発ちょうどぐらいなのかな。おあ、いかん。80発ちょうどぐらいやったね。よかった、撃てたね。 AP 内で80発。はい、発光尾ひもすいきましょう。クワッドで80発一応入ってるのは入ってるんですけど、このワールドの中で多分80発全部使い切って倒す敵っていうのはなかなかいないですよね。なので今度ね、ボスとかでもやってみたいんですけど、ボスには爆発ダメージがちょっと通りにくいんで、クワッドクリダメとかね、手に入れることがあったらその時挑戦しようかなと思ってます。じゃあ発光尾ひもすいきます。まあでも本当クリダメ出ればものすごい強いですよね。500とか入ってますもんね。全然クワッドでもいいと思うよ、このぐらいのダメージ出れば。よし、じゃあもう一回発光尾ひもすいきましょう。なんかガルパーと戦ってんのかな。あ、ガルパーもうちょっとで終わる。いやー、いいねー。リロードしなくていいんで、ここら辺ぐらいならほんと楽やと思う。じゃあスコーチビースト行きましょう。当たるかな、こっから。当たったね。いや楽すぎるやろ。300とか出てましたもんね、今。楽すぎる、本当に。本当に強い。ちょっともう一匹いたら行こうかな。はい、もう一匹行きましょう。ちょっとね、食らわしちゃったんですよね。バッツが、スコーチから外れて。こっちに来てくれないかな。来た来た。いやーいいね。いやー、ほんとリロードしなくていいんで楽で、300ぐらいはやっぱ入ってるんで使いやすいですよね。 AP も切れることなく十分使える。こいつダメージ受けないな。相当ダメージ与えたね。よし、グラフトモンスター行きましょうか。はい、グラフトモンスターですね。まあもうここはね、別に行かなくてもいいんですけどね。おお、500ちょい出たね。よし、帰りまーす。どうだったでしょうか、クワッド爆発耐久源フィクサー。今回ね、クイックマガジンで使ったんですけど、マイヤラッククイーンの殻を狙って80発一応ね AP 内で撃つことはできましたね。本当だったら AP 減ついたフィクサーで、ピアスマガジンをつけてねやってみたかったんですけど、まあ AP 減つかなかったんでちょっと試せなかったですね。まあクワッドで AP 減ついてるものがね今後出るんであれば、ちょっとピアスマガジンでも試していこうかと思ってます。ダメージに関してなんですけど、スコーチビーストにね、ダメージ入れて300ちょっとは出てくれたかな。で、途中でリロード挟まずにね使っていけるっていうのはやっぱりクワッドは強いんじゃないかなと思います。今後もですね、レジェンダリークラフトでクワッドクリダメとかクワッド爆発 AP 減狙ってやっていきます。興味のある方はですね、チャンネル登録もお願いします。それではまた、兄様でした。